こんにちは。グレースライトダラス留学のグレースです。今回は三男がビクトリーアカデミーのトライアウトに参加しました。こちらのジムは教会に併設されたジムです。アメリカでは教会に併設されているタイプのバスケコートをよく見かけます。さて、こちらの AAU チームはもともと女子のチームに力を入れていたチームなのですが、鬼パパコーチのパパ友達からの評判が良いチームとのことで、今回初めてトライアウトを受けに行ってきました。こちらのチームのトライアウトスタイルは、ウォームアップ終了後、トライアウトというよりはスキルワークアウトに来たような1時間半でした。最後の30分は1対1をしたり、面白かったのはオフェンスの人がディフェンスの人の背中にボールを当て、背中からボールを外した瞬間に始まるタイプの1対1ゲームです。勝ち抜き戦なので、それまでの疲れも忘れてみんな夢中になって楽しんでいました。